民主党はかつて存在した日本の政党。1947年に日本進歩党を中心に結成された保守政党である。正式名称は日本民主党。1954年から1年間だけ存在し、自由党と合同して自民党の前身となった日本民主党とは別の政党と考えられている。公職追放令で幹部を多数失った日本。 新歩党と吉田茂総裁に不満を抱く日本自由党の足田、人氏系が合同して結成され、足田を初代総裁とした。片山内閣で日本社会党、国民共同党とともに連立与党に、足田内閣で連立主犯となった。決闘直後から、全新歩党総裁、締原基十郎を中心とする党内右派と、 日本自由党から入党した足田人志を中心とする党内左派との対立があり、同年末には足田に総裁を下ろされる形となった、締原喜重郎が田中角栄、原健三郎らと共に同志クラブを結成した。翌1948年1月には小平久を中山正ら残留した中堅、若手の党内右派議員が太陽会と名乗るグループを結成し、 その一部は、太陽界の古文的な存在であった、田中真一、斉藤孝浦と共に、足田の主犯指名に反対して、同志クラブと合同して民主クラブを結成した。さらに10月には、昭和電光事件による足田内閣総辞職により、下付け、1949年2月に、野党派と連立派とに分裂した。連立派は1950年2月に、 民主自由党に入党して自由党を結成。民主党や党派は1950年4月に国民共同党と合同して国民民主党を結成して解散した。民主党、民主党連立派民主党1949年2月16日から1949年3月9日。 民主党1949年3月9日から1950年4月28日1949年2月16日から1950年2月10日は連立派総裁。戦後政治史2004年8月、岩波書店、岩波新書、ISBN400 から43904からに、ありがとうございます。